はい、おはようございます。こんばんは。YouTuber 本命です。はい、ですね、タイトルにもある通りですね、毎日投稿はやめます。はい、これはどういうことかというとですね、大物 YouTuber の、はじめ社長さんですね、が、21日の動画で、毎日投稿はできないっていうことをですね、そういう動画を出してます。なんか忙しいんですってね、毎日。まあ、メインチャンネルの他に、サブチャンネルとかですね、あとですね、案件動画とかですね、あって、そういうのがあるので、忙しくて出せないので、毎日投稿はしませんよと。まあ、毎日投稿するとは言ってませんけど、まあ、毎日はできないっていうふうなことをですね、言ってるみたいです。やっぱりね、どうしても、大物 YouTuber になると、なんか、毎日あげてるっていうイメージがね、強いんですけどね。ヒカキンさんもね、毎日はあげてませんね。週に2、3本、っていうところですかね。でね、私のね、よく見てるところ、ヒカルチャンネル、こちらはですね、夏はね、毎日あげるとか言ってましたね。夏休みはですね、言ってましたね。はい。なんで、結構ですね、そういう風に毎日あげないって言ってくれると、私もね、助かりますね。なんていうか、毎日あげなきゃいけないなっていう。ああ、私毎日あげてなかった。ああ、だから別にいいのか。はい。いいんです。毎日あげてなかった。よく考えたら。はい。ねえ。マネージャーがね、土日はね、アイドルの動画をあげるし、で、私のね、動画も、まあ、毎日上がってないし。そもそも、ゆうくんがね、企画してくれないので、毎日上げれないし、みたいなこともあります。まあ、それはいいんですけどね。でね、アイドルチャンネルっていう、まあね、アイドルのライブなんですけどね、こちらの方もですね、ちょっとですね、土日、祝日はね、上げて、毎回上げてるんですけど、ゆうくんの方がね、本業がね、まあ前にも言ったんだけど、冬はね、ちょっと寒いのでライブに行かないっていうこともあって動画が少ないっていうのがね、言ったんですけど、実はね、実のところはただ単に寒いっていうだけではないんですけどね、寒くてもまあ出かけるときは出かけるんですけど、本業がね、忙しいんですっていうことでね、私と同じようにね、会社員やってるんで、特にサービス系の仕事がしてるんで、お店関係とかですね、って言ってるんで、やっぱどうしてもね、土日の方が忙しいんですってね。はい。だから土日のライブになかなか出かけられなくなるっていうことで、特になんか、1月からね、3月の間、冬の間は、そっちのね、本業の方が忙しくてなかなかということでですね、なので、アイドルのライブ映像もちょっと少なくなるかもしれませんね。はい。まあ、毎日投稿はないんですけど、土日祝日のね、アイドルの方の、投稿がちょっと少なくなりますということです。はい。まあ、いいんですけどね、私の出演が増えればそれでいいんです。ゆうくんは納得しないかな、私の企画を考えてくださいみたいなね、ことなんですけどね。はい。ということで、まあ、毎日投稿はしてないんだけど、ちょっとね、冬はね、本数が増える、減ります。っていうことはお伝えしておきます。はい、以上です。失礼します。